松田学です今回のニュース解説ではですね日本の安全保障国の守りということで、まあ、のこれから日本がどういう防衛装備をしていくかという話もありますしあのサイレントインベージョンということで外国人中国人の方による土地の、まあ、購入といいますかねそういった問題も幅広くちょっと取り上げてみたいなというふうに思っています。 まず最初にです、ね、あのこのチャンネルでも何度も出ていただいているあの作家の角田隆翔ジャーナリストの角田隆翔さんがですね、えー、この「京都正論講話会」というところでこんな発言をしています。あのえー、10月26日京都市のホテルで「えー、日中国交50年安倍元首相は何と戦ったのか」と題した講演だったそうでして。 門田さんはです、ね、中国は50年の間に尖閣諸島だけではなく沖縄まで自国の領土だと主張していると,、えー、と述べて台湾有事を含めて日本の安全保障は瀬戸際に立たされているとの危機感を示したと、まあ、その中で安倍元総理のです、ね、発言が台湾有事に対するアメリカの姿勢に大きな影響を与えたと指摘したと、えー、安倍さんが4月の講演などで、えー、アメリカはです、ね、台湾への曖昧戦略を捨てるべきだと 安倍さんが述べたということで、バイデン大統領らがですね。台湾有事への積極的な介入を明言したと評価したと。また、中国による台湾への軍事侵攻を許せば、日本も巻き込まれるということで、台湾有事は日本有事。各国が協調し、国を止めなければならないと強調したということです。この,あの門田さんは、このチャンネルでも、日中友好侵略史という本、私の方でお願いしてですね。この本を踏まえたあの日中の関係について論じていただきましたが。 もうショッキングな内容でしたねもう中国はもう70年の長い時間をかけて日本に対する侵略を着々と計画的に成功させつつあるとあの日中国交を回復、まあ、自民党側の後もですねもう中国に頭が上がらないもう彫刻のようになってしまった、まあ、なぜに自民党にもう親中派が多いのかという話です構造的な原因があって断固たる対応を 自民党与党は特に公明党もそうですよねもう中国についてはですね与党体制では自公体制ではとてもじゃないけどできないということを赤裸々にリア,リ,リアルに語っていただいたわけですね。その門田さんがこうやって本当に危機感を表明してくださってますが安倍さんが確かにそうなんですよね。日本有事台湾有事は日本有事事日本だと 曖昧なことをやるなと言ってバイデンさんは台湾に何か起こったらアメリカは軍事介入すると発言したんですねこれは不規則発言だったということでホワイトハウスが火消ししてるんですけれどもです、ね、そう言わしめたのは安倍さんでありです、ね、この日本が国家開拓以来初めてだとアメリカの大統領にこの命令をしたというふうにあの西村幸雄さんもです、ね、このチャンネルでおっしゃっていたこともあります。 さてこの中国の方なんですが中国の国防省が日本に対して台湾問題に手を出すなとこう言ってきたところですね、まあ、あのどうもいろんな状況を専門家の分析によりますとこの間の中国の共産党大会5年に一度の,ですねあの閉幕式で閉会式で胡錦濤さんがですねこの退場させられたと、まあ、あれはまあ要するに長老支配を完全に否定した習近平国家独裁体制が確立した瞬間というかそれを象徴するものだったと。 でこうなると習近平はもうとにかく最大の彼の目標はです、ね、台,湾し台湾の統一ですから台湾併合ですからもう待ったなしもうあの来月あっても来月その時言ってたのは10月ですから11月今月あってもおかしくない来年にはあるだろうということでかなり緊迫感が高まっているんですね専門家の間でですね、えー。この日本政府が年末までに 国家安全保障戦略を改定しますがそこで台湾情勢が言及される見通しなんですね。でこれに対して中国国防総省,国防省が台湾問題に手を出すなと中国の軍事的脅威をあおる立てるもので下心があり無責任だと非難していると台湾問題は中国の内政だと強調したと日本は台湾問題に手を出すなまたアメリカに対してはですね年末までに台湾への追加の武器売却を発表するという報道があってそれをめぐって 平和統一への障害であり台湾海峡の緊張と衝突のリスクを高めていると非難したということでしかしですね一方でこんなニュースもあるんですあの習近平が独裁体制を固めたことで中国の富が減ったという話がありましてですねこの中国で最も裕福な13人の方が一日で127億ドルを失ったという話があります。 投資家えー、彼らの損失はですね習近平国家主席の3期目の収入をめぐる株式市場の大幅な下落によるもので投資家たちは習近平のゼロコロナ政策と共同富裕の推進これによる経済的な影響を恐れているということなのですね、えー。2022年10月24日に香港株式市場で大規模な売りが,売りが広がりまして14年ぶりの安値まで急落したということがありましてそのことで中国の富豪はたった1日で数十億円を失っていました。 で習近平国家主席の権力強化によりましてこの習近平のトップダウン方式の経済運営をめぐって中国経済回復の見通しに懸念が高まったということであのこのブルームバーグのビリオネアリストに載っている中国の富,裕富,豪,富豪13人が合わせて127億ドルっていうのは約1兆9千億円の財産を失ったということなんですね。つまりあの経済合理性を超えて 共同富裕だととかでですねねいろんなことを今ままやってきてきしたよね経済を締め付けるこの IT の大手をですね押さえつけるとかですねだからこの非経済合理性経済非合理性のもとにこの独裁体制を強めると何をやるか分からないというですねそういうリスクが認識されななってきたわけですねそこで株が下がったと結果としてこのテンセントっとなりますねプラットフォーマー。 えこの創業者兼 CEO のポニー・マーという方がですね純資産が25億ドル約3,700億円減少して240億ドル約3兆6,000億円になったと、3兆6,000億円ってそれでもあるんですけどね。で今回の市場暴落で最も大きな損失を被った人物だそうです。で彼の損失は香港事情に上場しているテンセントの株価の下落が主な原因であると。それからあの有名なあ この今のポニーマーの仲間であるハイテク企業の大物たちも同様に打撃を受けたあの有名なジャックマーアリババの創業者この方も12億ドル約1,800億円を失って純資産は290億ドル約4兆3,000億円に減少したとあの桁違いの人物からですね。という話も、えー、一方であるということなんですね。 まあ、とにかく緊張が高まっている中で、えー、この日本政府もいろんなことを今やってます、えー、まずこのアメリカの巡,ミサイルの巡航ミサイルのトマホークを購入する方針なんですねになりました、えー、こ,のこの購入をですね米政府にアメリカ政府に打診しているということで,でアメリカ側も売却に前向きな姿勢を示しているということですで交渉は最終局面に入っているそうです 日本政府は反撃能力の手段として国産ミサイルの改良計画を進めてますが早期に配備できるのがトマホークだということでこれが抑止力強化に不可欠だと判断したということ,です、ねまあ、ことは急ぎますのでねでトマホークはアメリカの主力精密誘導弾の巡航ミサイルでありまして射程は 1250km 超ということで。 この GPS 衛星の位置情報などを使ってピンポイントで目標を破壊するそうです1991年の湾岸戦争で実戦投入されて以来数々の実戦で用いられまして高性能ぶりを発揮してきたというものですねであのこれをですね海上自衛隊のイージス艦の迎撃ミサイル用の垂直発射装置を回収して搭載することを想定しているそうですで発射位置によっては朝鮮半島などが射程圏内に入るそうです 政府は反撃能力の手段として陸上自衛隊の12式地対艦誘導弾を射程 1000km に改良して活用する計画を一方で進めていますただ量産化を経た実戦配備が2026年度とされていてですね政府内ではまず国外からミサイルを導入して反撃能力を速やかに確保した後国産ミサイルも含めた装備を考える方向整える方向で調整が進められていたものです。 日米関係室によりますと同盟国との協力などで抑止力を高める統合抑止を重視するのがアメリカの国防総省ということでここがおおむね了承とアメリカ政府内での最終調整が行われている段階だということです。トマフォークはでこのアメリカが誇る精密誘導兵器であるトマホークの自衛隊への導入が実現しますと。 反撃能力の実効性は格段に向上するとされています日米同盟の進化を示すものともなり得るということですね日本は2013年の防衛計画の対抗の改定に際して実はその時に反撃能力の保有を検討してです、ね、アメリカ側にトマホーク購入を水面下で打診したことがあるんですねしかし当時オバマ,マ政権は中国や韓国にこの反発を懸念したそうで難職を示したと でアメリカはトマホークについて売却先をもともとはイギリスなんかに厳しく限定していったこともあったようですね当時ですね。で秘密情報の保全を含めて日本への不信感もあったこれは2013年のことだったのでその後、えー、例の安倍政権の下で安全保障関連法とか特定秘密保護法といった制度の整備が進んで、えー、日本へのアメリカの信頼度が高まっているということで。 前向きな姿勢に転じった一つのこれが要因になったんじゃないかと言われていますバイデン政権そのものは日本自身が打撃力を向上させることに期待をさせてきたということでもありますねで攻撃するのは矛守るのは盾で矛の方はアメリカに委ねる日本は盾に徹するこれは専守防衛ですねでそんな戦後の安全保障政策ですねもう日本周辺の安全保障環境が激変している中でもう立ち行かなくなっていると。 で、平和を守るための抑止力というのは、攻撃すれば反撃されると相手に警戒させて、初めて機能する。つまり、打たれたら打ち返すという状況を作ると、これは私も何度も言っていることなんですが。で、トマホークの導入で、日本はアメリカに極度に依存した軽武装路線を転換する決意。これを内外に示すことになるというふうに言われています。まあ、いわゆる今まで縦だけやっているところから一歩前に出ると。まあ、盾だけでやっていると効果が。 十分でないいいのににお金ばっかりかかりるという,ふうに言われていますもう縦と歩のバランスというのは国語の基本ですので,です、ね、そこに少し近づくということになるんじゃないかということです。でさらにトマホーク等に加えてこれを搭載する潜水艦もです、ね、日本政府は視野に置き始めています。政府は長距離ミサイル発射可能な潜水艦の保有に向けて技術的な課題を検証する実験艦を新造する方向で調整に入っていくということです。 年末までに防衛計画の対抗を改定するんですがその際にその開発方針を盛り込む見通しだということでこれの実戦配備に進みますとトマホークの搭載も視野にに入るるよううなとということです発射機材は車両や水,水上艦航空機を念頭に置いてきたんですが今までですねこれは配備地などを探知されかねないんですね。いや相手に 反撃を警戒させてしまううということで相手に反撃を警戒,させて警戒させて抑止力を高めるためにはですねより秘癖の高い潜水艦これが選択肢に入るまあこれは将来どうするかはまた別問題として SLBM なんかそうですね潜水艦からこの報復のミサイルを遠い太平洋から撃つというこのね潜水艦ですと探知されないとされにくいということですよね。 これと同じ発想で日本は実験艦をトマホークを搭載できる潜水艦を開発するとでこの実験艦は2024年度にも設計に着手して数年かけて建造する計画だそうです。でミサイルの発射方式は胴体からの垂直発射と魚雷と同様の水平方向の発射の両案を検討するということで実験艦の試験を踏まえて10年以内に実用艦の導入を最終判断するそうです。 海上自衛隊の潜水艦の装備は現在魚雷と射程の短い対艦ミサイルが中心でして射程は 250km 程度なんですねトマホークは潜水艦からの発射も可能なものでして射程はなんと 1250km 先ほど言ったとおりで格段に違ってくるわけですそしてこの長距離ミサイルを発射可能な潜水艦はすでにアメリカイギリスフランス中国ロシアなどが保有してまして あの韓国も弾道ミサイルを発射できる潜水艦を配備しているという状況ですね。でしかし一方でこういう着々と防衛力の強化が進む一方で足元で困った問題があるそうです。弾薬とか部品の不足部品が不足しているとこれ深刻化していると防衛省がミサイルを含む弾薬や航空機などの部品不足に機間を募らせていましてこの弾薬の充足率を公表するという異例の対応をしてですね。 そして世論に訴えようとしているという話があるんですね弾薬などの不足は有事の際の戦闘の軽戦能力これを低下させることにつながるわけですね岸田総理も中日本会議でこの10月6日にこう言ってまして自衛隊の軽戦能力装備品の稼働数は必ずしも十分でない十分な数量の弾薬の確保や装備品の稼働数の増加が重要だと認めています 防衛省は10月21日にミサイル防衛いわゆる MD ですねこれで使います迎撃ミサイルの保有数が必要とと算する数量の約6割しししか確保できないと公表しました弾道ミサイルが日本に向けて発射された際にはですね海上のイージス艦と地上の地対空誘導弾パトリオットのいわゆるパック3といわれるこの2段階で迎撃,撃することになっていますが。 この,弾あのこの弾薬が不足しているというこの背景にはです、ね、迎撃ミサイル技術が高度化してです、ね、一発当たり数億円以上と価格上昇が続いているうですが、ね、毎年2,000から2,500億円とほぼ横ばいで推移しているんですが製造業者の撤退が相次いでいることも影響しているそうです。 えー、この防衛省の幹部は新しい装備品の購入を優先し弾薬などの手当は後,あ後手後手だったと認めたということでありますまあ、航空機などの部品不足も深刻だそうでして、まあ、稼働していない機体から部品を取り外して他の機体に転用してこれともぐい整備っていうのは行われてそうなんですねえー、2021年度はこれが約3400件上ったということで このための使用可能な航空機などの割合が低下していてパイロットの訓練時間が少なくなる影響も実際に出ているということなんですね。で防衛省はこうした現状を訴えて来年度予算編成を手始めに必要な予算の確保を目指す考えなんですがただ自民党の国防相からですねこの計画的な予算配分を怠ってきた防衛省の責任は大きいといった厳しい指摘も出てるいるい確かに計画性があるのかなとちょっと心配になる面ありますね。予算がいいくら不足するといってもこれは あの当然のことだから,予算要求だから今まで GDP 1%の枠内で高い装備品アメリカから高く買わされてこっちの方が低数になっているとしたらですねせっかくいい装備品買っても弾薬が足りなかったら意味はないわけでちょっといや本末転倒ののところがあったのかもしれませんですねでもう一つあのさらに防衛力強化に資する日本政府の動きとして中国ロシアのキラー衛星に対抗して日本上空の核視衛星を2機,対2機体制にすると。 これどういうことかといいますと防衛省は日本上空のです、ね、宇宙空間今ウーサーでていましてねあの国防の領域が宇宙サイバー電磁波といこれそれぐらい今宇宙が重要になっているんですが日本上空の宇宙空間の形態を強化するためにですね監視衛星を2機体制で2機目の衛星っていうのは,はです、ね、中国やロシアのキラー衛星と呼ばれる衛星攻撃衛星 衛衛星星を攻撃する衛星でするでねこれをの活動を妨害する機能をつけるということを検討しているそうです。えー、で年末までに防衛計画の対抗を改定しますしから中期防衛力整備計画も改定するんですがそちらに明記する方針だということです。えー、簡単に言いますと高学望遠鏡を搭載して高度約3万6ロメートルの静止軌道でキラー衛星の動きなどの情報を収集するそうです。 来年度から地上のレーダーでの警戒が始まる予定なんですが宇宙空間ではより詳細なデータが得られることになるということです現在2026年度までに一期目を打ち上げることが固まっています日本上空のすべてをカバーするには複数の衛星が必要ということで防衛省はまず一期目の運用を検証し二期目の打ち上げ時期を調整するということですで監視衛星の必要性というのは中国ロシアがキラー衛星の開発を進めていることを受けて 2018年の防衛大綱や中期防で初めて打ち出されたものだということですね。で日本の安全保障関連の衛星としては地上の動向を把握する情報収集衛星とこれに加えてミサイル誘導に不可欠なな位衛星などが運用されていますでこれらがキラー衛星の攻撃で無力化されてしまいますと日本の防衛に重大な影響を及ぼすのでこのキラー衛星というものの活動を抑止すると。 いうことが必要になっているわけですね。で、この機能を果たす2期目の監監視衛星にはですね、キラー細胞の攻撃を阻止するため電波妨害装置などを搭載する方向だということですね。えー、そしてさらにですね、日本政府が考えているのはミサイルボミサイル情報収集へ衛星50機の打ち上げを検討しているというニュースもあります。これはミサイル防衛のために多数の小型人工衛星を一体的に運用して情報収集をする。 衛星コンステレーションというのがありましてこれについて防衛省が約50機の打ち上げを検討していると迎撃が難しいのが極超音速ミサイルですがこれの探知とか追尾の検証実研究実証に生かしてですね敵基地攻撃能力を保有した際に、まあ、反撃能力を保有した際に攻撃対象の情報収集に利用することも視野に入れているということですね。 この衛星コンステレーションは多数の小型衛星を低高度の周回軌道に打ち上げると一体的に運用するものだということですね特定の地点を高い頻度で観察できるということで相手部隊の動向把握につながるそうです、えーなお。音速の5倍のマッハ5以上の速度で軌道を変えながら飛ぶのが極超音速ミサイルなんですねこれを探知し追尾するための研究実証も政府は計画しているということですね。 防衛省はこの衛星コンステレーションの整備について政府が年内に改定する安全保障関連3文書の一つであります次期・中期防衛力整備計画への明記を目指しているということですで運用は民間委託も検討しているそうでしてすでに進めている民間の衛星画像の取得とかアメリカの情報とも合わせて情報収集体制を強化したいということですねそしてさらにこのちょっと防衛の日本の現状について考える記事が出ていました 2022年に弾道ミサイルを20回を超えて発射した国といえば北朝鮮ですねで7回目の核実験に踏み切る懸念が高まっていると,で韓,国との韓国との南北境界の付近で射撃の,射撃の応酬といったことをし機会に機にです、ね、不測の事態に発展する恐れがあるということで,で在韓邦人韓国による日本人が4万人を超えるそうなんですがこの対比策に 万全を期す必要があるという状況にありますで韓国のユン大統領が10月25日に北朝鮮に関して核実験の準備はすでに終えていると判断できると懸明しています、えー、韓国と北朝鮮は19 1950年代の朝鮮戦争後ですね、今の休戦状態が続いていまして、えー、朝鮮半島で有事となりますと韓国の同盟国でありますアメリカが米韓総合防衛条約に基づいて参戦します 在韓米軍の司令官が兼ねる米韓連合軍司令官の下で米韓両軍を一体で運用するという状況になってますがでは朝鮮半島有事をめぐって日本の対応は整っているのかというと,否だと,違うとでこの既に1994年に日本政府は朝鮮半島にいる日本人をどう退避させるかという非戦闘員退避活動 NEO というの の計画策定に着手し,まし,たしていますえ朝鮮半島の緊張が高まった段階で政府が渡航の自粛や民間機での退避を促すというのが基本でありますがえ2021年10月時点で韓国に長期滞在と永住者で4万人規模の日本人がいまして観光客ら短期滞在者を含めますと数万人単位で膨らむ可能性もあるということで輸送力の確保が喫緊の課題になっているということですね。 でここで壁になるのが自衛隊派遣の法律でして自衛隊法84条の3これアフガニスタンの時の議論にいたしましたですね確かですね、えー、自衛隊機がなかなか派遣できないと、えー、この自衛隊による在外邦人の日本人の保護に当該外国の同意が前提ということが自衛隊84条の3に定められてるんですね。えー、で過去の歴史問題から 韓国内では自衛隊派遣の受け入れには慎重な世論が根強いということでなかなかこれも発動しにくいというのがこれ韓国なんですね、えー、対韓国についてはですね。で2018年には例のレーダー照射事件がありました韓国海軍が自衛隊機に火器、えー、の管制レーダーを照射する事件が起こったわけでこの過去の遺恨も簡単に消えないという事情があります。えー、そして自自衛衛隊隊派遣するためには自衛隊の活動地域で 韓国当局が公共の安全と秩序の維持にあたってですね戦闘行為が行われていないといった条件も満たさなければならないまあ戦闘が行われていたらそこに行けないわけですねえ自衛隊部隊と韓国当局との連携も欠かせないとね関係がこんなに悪いのに連携がうまくできるのかという懸念があるとで日本は韓国からの退避に関しては退避に関してはシミュレーションを重ねてきましたでより深刻なのが中国の台湾統一に向けた動向と連動するシナリオだそうなんですね で日本は中国ロシア北朝鮮の複合事態である三正面同時対処の想定をした備えを今からやらないといけないというふうに自民党の佐藤正久前外部会長は述べています実は台湾にはですね在留邦人日本人が2万4千人滞在してましてで台湾とは国交がないので退避のハードルというのは朝鮮半島よりも高いと。 で最悪の事態を想定した国民保護の検討がもう本当に待ったなしであります、まあ、こういう大義を避難させるというのをですねこの海外にいる日本人はですねこれはなかなか仕組みがないですよね現状でですね。で、まあ、あの国民保護といいますと一番あの台湾有事で懸念されるのが沖縄のいろんな諸島島々にミサイルが実際に撃ち込まれるんじゃないかという懸念がすごく強まっているわけですね。 その沖縄で大丈夫かと言われる言わえるような動きが実はあるんです。日本の沖縄の人たち大丈夫なのかと、日本の国の守りは大丈夫なのかとどういうことかと言いますと、普天間飛行場の名護市辺野古への移設をめぐって、この玉城デニー知事でこの間知事選で当選しましたが再選されましたが、ここがですねこの辺野古移設の問題をめぐって国連に問題提起する意向を表明したということなんですね。ついにやり,やり始めたかという感じがしますけどね。 で、これが沖縄でも波紋を広げています9月11日の知事選で再選を果たした玉木さん、翌日の地元市インタビューで語ったのは辺野古を反対で県民が11ミリもぶれていないことが証明されたと7時戦で証明されたとで、国連や国際社会の場で県民がなぜこのように移設反対を訴えているのか、幅広く語るという風うに強調したそうです。で、外交や安全保障は国の戦艦事項ですよね。 えー、そこで玉木さんは政府にカウンターパートを求めるはずのところをそんなことをやってもラジが開かないと世界に問題提起する方が幅広いカウンターパートが現れるというふうふに語ったそうです、まあ、これはあ外国勢力の介入に期待するかのような姿勢なんですよねでこれに対してさすがに沖縄県内の保守系市,会市町村議で作っている、えー、議員連盟というのがありまして、えー、この今回9月下旬にですね 玉,城氏に玉城知事に要請書を提出しています基地問題を国連などに訴える前にしっかり議論するよう求めています。でもうとにかくこの外圧を利用するというやり方は危険極められないわけでして基地のことが国際問題化しちゃいますとですね有事の際に同盟国が日本への軍事支援を躊躇する恐れもあるという指摘もあるんですね。で特に保守派が危ぶんでいるのは 日本と沖縄が無理やり分断されることなんですでこのあたりはあの当チャンネルでも中村悟さんが随分と解説してくれましたで現実にこのデニ・玉城知事の下でこの国連に仲介という話を出ちゃってるとでその前悪しき前例があるっていうのは何かと言いますとこれあの例のあれなんですよね国連の自由権規約委員会が2008年に日本政府に対しまして 沖縄の人々を先住民族と認めまして土地などを侵害してはならないと勧告しました。で、これは基地を置けなくしようとする画策なんですよね。要するに、まあ中国だか北朝鮮だかどっか知りませんけれどね、やろうとしてのそことつながっている日本の勢力が動いているわけです。保守系の市町村議の議員連盟が去年12月にえーこの先住民族のこの国連の勧告の撤回を求めて。 デニー玉城知事に公開質問状を送って国連への働きかけに対する認識を正したんですけれども関係者によると明確な回答を得られなかったそうです。で,でこの議員連盟の事務局に中村サルトルさんがおられるんですがこの中村さんはこういうふうにコメントしています。のるものだ えー、玉城氏が国連に基地問題を訴えればですね喜ぶのは中国やロシアであり将来沖縄に侵攻する口実を与えかねないとこういうふうに述べています。うふうに述べています。で一方でに玉城知事を支持しているオール沖縄です、ね、の関係者は辺野古農の,の民意を無視する日本政府にこそ問題があると言ってまして新基地反対は知事の公約だと、えー、国連演説などを含めあらゆる機会を捉えて訴えることは当然だと言っているということですね。 えー、まあ、県の担当課によりますと、えー、玉城氏が国連などで演説することは規定方針だそうです。どのような場で発言するのが有効であるのか検討中だと。いや、これ、ちょっと困ったことですね。ですから、あの、今回の知事選もですね、まあ、あの補修が、えー、まあ、割れて、まあ、割れなくてもね、あの、なぜかね、玉城さんがね、勝っちゃったんですよね。あの、佐喜真さんに勝っちゃったんですね。 本当にこの国の守りということで懸念される事態が実際にもう住んでいるなということで玉城知事の再選だけはという感じだったんですがどうもそういかなかったですねでまあ県沖縄県でもね知事ああじゃないです経済界からですね国連演説が国との対立をさらに激化させるということで疑問視する声が上がっているんですねまあ経済界もいよいよこの安全保障についてはいろいろ動き始めました、えー、まあなかなか動いてないんですが。 まあ全体が動いてるわけじゃなくて一部しか動いてないんですがその一部の動きとなるのがキャノンの三田来会長兼社長ですね三田来富二雄さん10月26日の記者会見でこう言ってまして海外の生産拠点で地政学的なリスクが高まっている工場の存在を根本的に見直そう時代に合った体制に見直そうというのが大きな課題だと言ったそうですでその上でメインの工場を日本に持って帰るということで国内回帰を進める考えを明らかにしました。 えーまあ、とにかく生産拠点を放置しているわけにはいかないとより安全な国へ移すか日本に持って帰るか2つの道し,か道しかないんだと、えー、今年初は今に中国にあったカメラ工場を閉じたそうです、まあ、常にも実,実践しているということですねでこの国内回帰の理由として海外の労働環境の変化も指摘しています、まあ、かつて中国や隣人アアは賃金が安かったと安い賃金を求めて進出したとしかし近年は現地の賃金も上がっていると。 魅力も少なくなっている相対的に日本は円安で生産コストも安くなっていると国内回帰の大きなきっかけになるというふうに思ったということですねもうこれはその通りだと思いますねもうあの経済界は目先の利益を超えて経済安全保障に全面的に協力するというふうに、まあ、経営方針もそちらを明確にしてほしいということはこのチャンネルでも何度も申し上げてきた通りです、えー、次のニュースは今度はあのさらに日本政府がやろうとしているレアアース 木取りですねこれを脱中国依存にしようということで政府はですね小笠原諸島南鳥島沖のですね水深6 0 0 0ルの海底で相当深いところですね確認されているのがレアアース泥デーっていうでしょうね泥とか言ってディラアースデーですねの採掘に乗り出すと。で電子機器の生産にはこのレアアースが不可欠です。この国内調達を実現して 中国からの輸入への依存から脱却を図ろうとしているということですレアアースデーとはです、ね、レアアースを豊富に含む泥でして2012年にこの南鳥島沖の排他的経済水域の海底でも確認されていますこの島の沖のです、ね、埋蔵量は国内消費量の数百年分相当と推計されるというこ,とでこれは頼もしい話ですねこの試験ではです、ね、海洋研究開発機構の 地球深部探査船地球というものがありましてここが深さ2470キロメートルの海底まで洋泥管あの泥を引き上げる管です、ね、を伸ばしてポンプで1日約70トンの泥を吸い上げることができたということです、えーまあ、中国では鉱山なんかで採掘できるんですが深海の底からの深海の底からの採掘はコストをどこまで下げられるかが課題となるとされています レアアースはスカンジウムとかイットリウムといった17種類の元素の総称でして供給量が減ればですねスマートフォンとかパソコンとか次世代自動車などの生産に支障が生じます国民生活への影響も大きいと現在はほぼ全量を輸入に頼っているんですねこれがですねで中国から輸入しています中国はレアアースの輸出管理を強めてまして供給途絶のリスクが懸念されています このため政府は経済安全保障推進法に基づきまして国が供給確保に関与すするる特定定重要物資レアアースも指定する方針だそうです、まあ、ようやくレアアースの方もですね経済安全保障の適用対象になってくるということですねこれがないとですねこのレアアースというのがかつてですねあの民主党政権の時にこの漁船にぶつけられましたよね。 で、あの時に船長を逮捕したことで報復されたというのは、ああいうこういう中国の地下資源に逃げられているとですね。えー、もう全然立場が弱くなってしまうので、まあ、国産の開発が急がれると思います。次に土地の問題です。あの歌手の長渕剛さんですね。北海道という街は、その昔、開拓民たちが一生懸命に開拓した街だ。お願いだから、この自然に満ち満ちたこの土地を。 外国人に売らないでほしいとステージで発信したということで外国人の土地の買い占めに注目が集まっているということです、まあ、このなかなかいいことをメッセージを出してくれたんじゃないでしょうか外国人が日本の土地を購入する理由はほとんどが投資目的だそうです日本の永住権を取得することが難しいので居住目的で購入する人は極めて限定的だそうですでコロナ禍のもとで旅館やホテルが廃業に追い込まれている中でこれを一棟ごとに安く購入するというケースが増えているということです 規模感は違うんですが HIS i がですね不動産を購入している外国人投資家の中でも目立っているのがやはり中国系の富豪たちなんですね。で中国系というのはですね中国本土の富豪だけでなくてシンガポールとかマレーシアの華僑たちもですね日本の不動産を購入しているということなんですね。 で、不動産が積極的に買われている場所はどこかというと、北海道、京都、大阪軽井沢といったエリアだそうですえ、外国人からすると割安で日本人に貸しても良いし、コロナ禍が終わって観光需要が戻ってくれば、不動産価格も上昇すると見込んでいるのではないかと見られています。えー、ただ、あの一般の商品と違ってこの土地の場合はですね。やっぱりこの、えー、性格がかなり違うんですね。それは領土という側面が含まれると。 もし仮に日本の全ての土地が外国人の所有というふうになりますと外国人の許可なしに日本人は日本に住めなくなるとこれはまあ極端なケースですけれどもでそしてですね外国人が日本の土地を買うというのは日本の領土の一部が外国人に買われていることを当然ながら意味するわけでこの背後に国家が絡んでいるとか国が富裕層の資産を没収する距離に出ると一気に日本の土地が外国の所有というふうになってしまうわけですね。 またの外国人が土地を所有することで移民がしやすくなるわけですねでそこに住み着くことになりますとチャイナタウンみたいなものが形成されてあの政治力も持ちかねないと、えー、京都なんかでは中国人に人気があるんですね京都はですねで中国人が京都の不動産を買い占めて再,活再開発するなんてことになりますと京都の文化は破壊される可能性がある文化破壊というまあ,あの音楽の例でウィーンとかミラノの例は私もよく講演で申し上げているんですがねもう中国世界の中国化というのが。 京都ままでで及んでしまうでそのほか森林水資源こういったあるものがある土地を外国人に買い占められることで日本の貴重な資源を奪われれることも指摘されています林野町の調査ではもうすでに外国人あるいは外国法人による森林買収が2006年から2020年の期間の累計で2,376ヘクタールに及んでいるということですね。 このような現状のもとで重要施設周辺および国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律いわゆる重要土地等調査法がもう制定されましたもう施行されていますがこの法律がですね何かといいますとご案内のように自衛隊の基地とか解放の施設とか原発なんかについてこういった安全保障上重要な土地の周辺地域の土地や 建物の所有者について国が調査できるとで利用目的の報告を求めたり利用中止を勧告を命令することもできますでこの法律によって重要な施設の付近については外国人による土地の買い占めを一定程度制限することができるようになったということなんですね。で,でただですねこれはあのアメリカはもっと厳しいんです。とというところが 外国人の土地の投資つまり買収そのものを規制する権限なんですね。これマットをかけられ、あの買わせないことができる。だか日本の場合はこのいわゆる土地の売買の規制ではなくて取引の規制なんですね。でしかも調査ということで、まあ韓国命令はできてもですね、あのやっぱりこの土地の買収取得ということについての規制まで行ってないということなんです。ここはあの参政党も今あの通じあの臨時国会で質問取締を 提出したところです、えーまああの,この点はあの経済安全保障の専門家であります、えー、平井さんからの提案もありまして私の方で動きました、えー、ちなみに先ほどの話に戻りますと京都市ではですね外国人による不動産取得を制限はしていませんが居住実績のない住居等に対して非居住住宅利活用促進税を2026年度から導入する予定でしてこの税制によりまして 投資目的での不動産保有者には課税が強化されると。つまり居住実績がない住居には課税しますよということなんですね。で、で日本には実はかなり前にこの番組でも紹介したことがありますが、外国人土地法ってなります。この第1条は総合主義を規定しています。これはあの対象時代にできた古いもので、現在も法律としては有効なんですね。で総合主義っていうのは例えば え英国が日本人に対して不動産取得について制限している場合には日本も英国の国民に対しては不動産の取得について制限することができるつまりえ中国では個人による土地の取得が認められていないので社会主義ですから日本としては中国人に対して日本のの土地取取得を認めないといいとう取り扱いは法律上可能ですえしかし政府は私権の制限には慎重なスタンスをとっているということでこの法律は私文化しています、え。ー でこれはねちょっと私もこれこ,こまで遡って考えてもいいのかなという気がしないでもないと総合主義ですねやはり向こうがね日本人がいや日本の会社が都市会になる何で中国の会社や中国人が土地買えるんだとこれもちょっとおかしな話なんですよね。えー、で中国では個人による土地の取得が認められてないといってもやっぱりそこは主義を考えななななきゃゃいいいいけないんじゃないかなと思いますあの外国人投資家による土地の買い占めっていうのはですね やっぱりこの欧米諸国の外国人投資家が土地を買い占めるのと中国人投資家が買い占めるのとでは根本的に意味が違います欧米諸国の場合は私権を制限するということはよほどのことがない限りないんですが中国の場合はかなり強引に権利を制限するわけですで中国人投資家が購入した日本の土地を中国が全て没収するっていうことも簡単にできてしまうんですねやろうと思えばで気がついたら日本は中国の大きな影響下に置かれていたいや占領されていた事実上ですね ですからこの重要土地等調査法の活用さらにこの重要土地等調査法が発展させてこの買収について直接規制できるようなアメリカのシフのような体制というものまで,ですね私はあの発展させなければいけないんじゃないかなというふうに思っております。どううもありがとうございました